誰だ。先輩、こんな時ばっかり足が速いってどういうこと？話あるから待ってたのに。で、学校からずっと追いかけてたのに。本当に気がつかなかった？やっぱ先輩って全然先輩って感じしない。初めて会った時も同い年くらいだと思ってた。それなのにどうして？どうして先輩は年上なんだよ。どうして僕と同じ年じゃないんだ。どうして一緒にいられないんだ。どうして先に卒業しちゃうんだよ。でもさ、こんなこと言ったって仕方ないんだよ。先輩の一つの差は何をしても変えられないんだから。だからこれ以上遠くになんか行かせない。先輩、僕は先輩から見たらまだまだ頼りないかもしれないけど、それでも先輩を好きな気持ちは誰にも負けないから。僕と付き合ってください。キスってことはもしかして。ちょっと待って。それって本当に？違う。これはその、こういう時は見て見ないふりするのが年上の女性の優しさなんじゃないの？いいよ、もう。ねえ、先輩。先輩に触れられるたびに、僕もそうしたいって思ってた。ずっと。だから、僕にもちょうだい。先輩の、大切なもの。目。
落ちて